日本埼玉県蓮田市、関山関山は、埼玉県蓮田市の町名。現行行政地名は、関山1丁目から関山4丁目。住居表示実施地区。郵便番号は349-0121。埼玉県東部、蓮田市南部に位置する。東側で、椿山に、南側で上戸見沼町に、西側で、蓮田と稲城小室に、北側で。 はすだとウルードに北東角で城に隣接する。国道122号はすだ岩月バイパスが東部を縦貫し、埼玉県道3号埼玉栗橋線が南西から北東へ貫く。埼玉県道150号上げをはす田線は中央部を東西に通り、国道122号との交差点が終点である。住居表示の実施により成立した。町名は 小児名に由来する。元荒川河川地域は市街化調整区域に指定されており、それ以外は市街化区域に指定されている。主に住宅地として利用されており、生産緑地,地地区は2丁目と3丁目に存在する。2020年9月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内に、 鉄道は付設されていない。最寄り駅は線仙蓮田駅であり、関山4丁目から約 1.2km の位置にある。1980年の時点では、関山3丁目7番1号に蓮田市役所が所在した。また、地内に関山郵便局が所在した。ありがとうございます。